株式会社オプティの井野と申します。よろしくお願いします。本日はですね、私どもが開発をしました尿素水の製造装置のご案内をさせていただきます。尿素水の製造にあたりましてはですね、こちらにありますように特許を世界で初めて取得することができました。でシステムの全容なんですが、尿素これをこちらの攪拌タンクと呼んでいるこのタンクの中に入れてもらいます。でその後にお水を加えます。お水はこちらの逆浸透膜 RO とも言いますけれども、逆浸透膜で水の中に含まれている金属を除去しながら、最終的にこの純水器イオン交換樹脂で純水にします。お水の中に含まれている金属、それからシリカであるとか二酸化炭素その他について全て除去したものをこのタンクの中に入れていきます。でその出来上がった尿素水の中にはですね、まだ不純物としてトリウレットと呼ばれる、詰まりの問題を起こしたりするようなですね、そういった不純物が含まれています。でこれをこのろ過をするものでですね、取り除く、そして非常に純度の高い尿素水を作っていただいて、これをトラックや船で使っていただくというような仕組みになっています。1リッターあたりがだいたい59円ぐらいの金額で、送料込みで今販売させていただいているというのが今の実態です。さらにですね、私どもはこうした障害者の施設で尿素水を今作っていただく形をとっております。今障害者はですね、仕事がなかなかない状態で、新たな仕事がですね、なかなか創出することができない。でそういう中で私どもはこの機械全体をですね、障害者施設に無償で対応しまして、尿素水の原料である尿素を無償でお渡しをしながら、作っていただいた尿素を全量買い上げて、船の、船舶ユーザーさんであるとか、それからトラックユーザーさんにその尿素水を買っていただくというような社会貢献もやらせていただいています。